はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で GO 走ろう山手線やっていきたいと思います。スイッチ版です。あ、いい235系か。じゃあ遊びやすいです。この N ゲージもね、E235 山手線、やっぱ2万5000円から3万。中古でもそんぐらいしますからね。まあ11両セットだからね。まあどうせだったらね、フルで遊びたいっていうのありますよね。まあ基本セットだけとか。基本セットって大体3両とか4両ぐらいしかないからね。新しい歴史を紡ぐ街。ああ、高輪ゲートウェイだ。高輪ゲートウェイが含まれてるから、新しい街って書いてんだろうけど。もう目黒から五反田って距離あんだね、結構。はい、出発進行。進行、目黒、停発。初代電車で GO で目黒五反田ってそんなに離れてたかな。制限80、よし。E231系が走ってますね。世代交代で信号80、まあ75キロまで上げれば。信号75、よし。まあこの辺でしょう。制限70、よし。経験70、あ、失敗した。あ、ギリギリ OK。 で65、もう早めにブレーキかけないとダメだ。で55か。うわー、ギリギリ50キロ、120、 B5、 B6。 B2、 B1。 これで、あー、ダメだ。4秒も遅れちゃった。ブレーキ込め直しなし、狙ったんだっけ。うん、ちょっとはみ出ましたもん。とってもいい感じ。あ、プラマイゼロか。寂しい。あ、黒磯ってあっちなんだ。栃木とかあっちの方なの。859m。制限60。はい、閉じめ。出発進行。進行、五反田、停発。信号75、よし。信号65、よし。あー、ちょっとダメだったか。あー、低速帯か。信号50、よし。信号110でもいいかな。110B6。B5、B4、
P3P2P1P1 でどうだ。あーちょっとあれかな、大崎停車、ブレーキ止め直しなしは狙えたけど、まあいいでしょうね、これぐらいが 70.6cm か。あ、またプラマイゼロか。大崎品川、あ、距離が長いからね、ここ。始めて出発進行。進行大崎停発。進行55か。55だとまあこの辺かな。信号55っていうのも珍しい。制限65。信号60。信号60。ああ失敗した。間違えちゃった。この辺だね。星2つか。75、信号70。まあ65キロまでは出せる。あ、星3つになった。制限80。で、制限75かな。65っていう場合もあるから。ああ、70。よし、あ、ゲイン特選。まあ、この辺で B6 かな。あーちょっとダメだ。品川停車。失敗した。こうなるとは思わなかったな。ちょっとあれか。マイナスだね。マイナス3。あー、マイナス2か。その調子、その調子。鉄橋が近づいてきたら安全のためか。安全のためだ。高輪ゲートウェイ861m しかないんだ。はい、出発進行。進行品川停発。まあ保線作業員か。制限60。制限60。
れでいいっちゃ。時間はまあありそうだから、よし、制限60、よし、お、60、あー間違えた、あーちょっとダメだねこれは。ゲートウェイ、あ、ブレーキごめん、直しなし、ハート3つくれた。まあいいですね、まあこんな感じでこれで終わりです。まあまあさっきマイナス2で今プラス3だから、まあ1個貯金だ。あ、S1 個しかない。あ、でもランク S だ。お、185K。 で、これもう一個やって、じゃあ終わりにしましょう。新橋から秋葉原、まあ電車で行こうもあんま飽きないね、まあ、簡単だからっていうのはいいけど、あるけどね。これゲームセンターの走る山手線だといちいちタッチパネルにタッチしなきゃいけないんだよね、あの指差し故障のとことかね。汽笛が鳴り響いた町、汽笛鳴り響いた町、汽笛っていうとやっぱ蒸気機関車だよね。うん、汽車で行こうだっけ、京浜東北線の路線走ってましたもん。でアナウンスもなんかこの電車は京浜東北線とかって言ってましたから、うん、あれもちょっとよく分からなかったけど、新橋停発、あのゲームも難しかったね。まあ食パンよりはまあまだいいだろうけど、信号65、よし、信号65キロまで上がるか、これ。ああ、ちょうど、ああ、そっか、低速帯か。ここもいろんな車両が見れるんでいいですね。はい、1,2,3,4,5 本線路がありますから、信号75、ああ間に合わない、完全ダメでした。なあ、ちょっとダメかな。11.9cm、 ちょっとミスったね。
このホームドアがね E235 に合わせてるから、ホームドアとね車両のドアが、まあ、誤差がなければねちゃんと合ってんだけど、 E231 とかだと全然合ってないもん。とってもいい感じ。その調子その調子。205系も合ってないしね、103系もドアが合ってないから、いっそのこと E235 だけでもよかったような気がするけど、ホームドアつけんだったらね、なんか違和感があるよ。813m 短いね。有楽町か、有楽町東京ってそんなもんか。小島店出発進行有楽町停発。珍しい車両が走ってこない。ケイントーク線はやっぱり走ってきますけどね。65よし、低速帯だ。結構長い。ああ65か、多分この辺だな。ちょっと失敗したねこれ。4、4、3。計 1.2cm。 停車位置はいいんだけど。で神田秋葉原。東京駅はホームドアがないね。ホームドアがない。今あるよね、東京駅。停止地だけは褒められる。とってもいい感じ。その調子、その調子。まあ遊び、運転しやすいね、やっぱりね。E235って。やっぱり。最新型、新型車両っていいね。神田秋葉原。あ、結構あるね、東京神田ってね。神田だっけ、トミックスがあるのね。トミックスの本社じゃないけど。鉄道模型見れるっていうね。出発進行東京停発。行ったことないんだよね、トミックスのそのなんとかとか鉄道模型のレイアウトがある。加藤の本社も行ったことないし。加藤もすごいらしいね、やっぱレイアウト、すごい大きいレイアウトがあるっていうのは聞いてますけど。制限70よし。で70か。で65。このまま行っていいんでしょ、低速帯だろ。ああ制限60、ここで60か。ああ64だね。いいや、中央線がいる。参ったなこれ。120この辺で。
あ、難しいね。おお、 0.9 センチ、ニア0だ。惜しい。すごい。停止位置ニアゼロ。いい感じです。すごいって言われました。0.1 センチね。ダブルゼロとか取ったことないんだよね。ニアゼロはあるけど。ねえ、ニアゼロは何回かあるけど。最後は秋葉原です。ホビーランドポチのある秋葉原です。1号店と2号店があるもんね。2号店が駅地下なんだっけな。 1号店が駅地下なんだ。はじめ点出発進行神田停発。2号店が駅地下で駅降りてすぐでちょっと離れたところに1号店だったら どっちがどっちだか忘れたけど、駅近い方は4階建てなんで、あ、7階だっけな、あ、6階だった。なんかちっちゃいエレベーターで、人もそんな乗れないエレベーターでね。もう一つの駅から離れてる方はまあ2階で階段でも行けるけど、75か。75だとどうしよう。この辺でブレーキかけるか。あ、ちょっと遅いかな。ちょっと早かったかな、ブレーキかけんの。あ、まあブレーキ込め直しなしでいけました。全然プレステ4でやってた時はブレーキの込め直しなしなんて全然意識してなかったけど、23分ぐらいやったのかなこれで。ああ、22分54秒。ああ、プラス2だ。おお、プラス4。まあいいですね、こんな感じで。 OK。 ああ、停止位置 S って珍しい。到着時間だね。36個もね、ハートが取れた。 OK。 はい、ということでね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。